ジャンルカビアッリは、イタリアクレモナ出身の元サッカー選手、同指導者。元イタリア代表、イタリア代表時代。右は、ブラジル代表老社1990年代のイタリアを代表するゴールゲッター。イタリア代表としては1988年、ヨーロッパ選手権、1986年、1990年大会のワールドカップ出場した。 しかし1990年ワールドカップでは、スキラッチやバッチオラの台頭で、活躍の機会はなかった。1984年に、クレモネーゼからサンプドリアへ移籍するとすぐに頭角を表し、ロベルト・マンチーニとのコンビプレーで1987から88、1988から89シーズンと2シーズン連続でコッパイタリアを制し、 1989から90シーズンに UEFA カップビーナーズカップ優勝。1990から91シーズンリーグ戦においては19ゴールを上げ得点王となり、スクデット獲得に貢献した。1991から92シーズンには UEFA チャンピオンズリーグの前身、UEFA チャンピオンズカップの決勝に進出するが、数度訪れた決定機を逃し、 ブーゾとの途中交代を命じられ、バルセロナに敗れ準優勝に終わった、ユベントス時代。左は FW ・ファブリッチオ・ラバネリ1992年より、当時世界最高額で、ユベントスへ移籍、当初は怪我での離脱もあり、その能力を十分発揮したとは言い難かったが、徐々に、本来のフォームを取り戻し不動のエースストライカーとして、君臨、1九9四から十五シーズンに、 自身二度目のスクデット、コパイタリア優勝に貢献すると、翌シーズンには UEFA チャンピオンズリーグのタイトルも手中にした。特に準決勝の南都戦では、第一戦で1ゴール、2戦では1ゴール1アシスト、パウロ・ソーザのゴールをアシスト、試合には敗れたが、このゴールにより合計で南都を上回り、ユベントスは決勝に進出した。と目覚ましい活躍を見せた。 1996年には、プレミアリーグのチェルシーに移籍し、この年の FA カップ獲得に貢献。1998から99シーズンは、チェルシーのプレイングマネージャーに就任した。ありがとうございます。